突然ですが、雪中の雌雄って言葉知ってますか？せーの、アボカボ。どうも、アボカボのカボです。先日オーダーをいただいたお客様から LINE が届きました。内容はこんな感じです。アボカボさんってローバイとサザンカ作ってましたっけ？朝テレビを見たらこういうのを言って、その中の2つはアボカボさんが作ってるんだなと思って。雪中の雌雄、早春に咲く梅、ローバイ、水仙、サザンカの4つの花を指す言葉です。そこで私がびっくりマークで、たまたま全部作ってるねという会話をした後に、なんとっていう感じの内容の LINE でした。そうでした。アボカボのお店は公式 LINE があったんですよ。オーダーについて細かい打ち合わせ、着用画像、そういう内容を公式の LINE でやり取りしております。それ貼り忘れてましたんで、アボちゃん貼っといてね。あ、ちょっと話がそれたので戻しますね。ここ最近の動画で雪中仕様の花の4種類、梅、ローバイ、水仙、サザンカの4種類を作ってたんですよね。初心者の方でも作りやすいような簡単な作り方を紹介しているのを挙げています。で、こちらをね、雪中仕様の花とともに4つのお花を並べて動画で紹介しようと思ってカメラ撮ってたんですよ。でも途中でカメラ撮ってるうちに本気バージョンがあった方が面白いんじゃないかなと思って、その日のうちに新作仕上げてましたね。だからアボカボが真剣に作った4種類のお花、梅、ローバイ、水仙、サザンカも後半で紹介していきます。だからぜひ最後まで見てね。まず最初に作り方を説明した簡単にできる方を紹介していきます。こちらも可愛いですよ。はい、こちらが梅ですね。アボちゃん、ここに右上にカード入れといてね。梅の花は全部丸つまみで作ってありますね。色を変えて作ってあげても可愛いと思います。はい、次はローバイですね。光に透けた時に綺麗になるようにハブタイで作ってあります。基本の作り方は丸つまみで一緒です。でもハブタイで作ってるので少し難易度は高めです。はい、水仙ですね。白い花びらが映えるようにつまんであります。こちらも丸つまみの応用になります。はい、最後はサザンカですね。長剣の一腰ちりめを使っているので脂肪がちっちゃいですね。こちらつまむお花の量が多いですけど、基本は丸つまみでできています。はい、本気バージョンの梅ですね。紅白の梅と、あとピンクも作ってあります。ハブタイを使って本当の梅の花のような繊細さを表現してあるお花になります。はい、こちらが本気バージョンのローバイになります。簡単で作ったローバイのローバイと同じ証券を使っていますが、ここまで変化があります。太陽の光を浴びて透き通るような繊細な花びらに仕上げました。はい、こちらが本気バージョンの水仙です。今回の新作の花、4つの花で一番悩んだお花になります。キリッとしたかっこいい他にはない水仙の形にしてみました。ハブタイでできています。はい、最後は本気バージョンのサザンカになります。今回花びら、本当のお花のようにいろんな表情を見せるように動きのある花びらを1枚1枚つまんでみました。ちょっとさりげなく柄が見えるのもおしゃれかなと思って作った、今回の4種類で一番個人的に気に入っているお花になります。本気バージョンのローバイ、水仙、サザンカは受注生産になります。気になる方はご連絡ください。今回はお客様に教えてもらった雪中の雌雄という言葉、ちょうどアボカボで作っていたので紹介させていきました。そしてプラスアルファ新作のお話も発表できてとても幸せです。ありがとうございます。アボカボではお客様の声を大切にしていて、その時代に合わせて成長していきます。これからもよろしくお願いします。こういう言葉があるよとかありましたら気軽に連絡ください。少しでもよかったらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。